はい、皆さんこんにちは、井上です。今天也写一下五个惯用句。好，那就一样，先跟大家介绍今天学的五个惯用句。第一个，大きな顔をする。第二个，多めに見る。第三个，顔から火が出る。第四个，顔色を伺う。第五个，顔が広い。好，今天这五个惯用句也是生活上非常常用的哦。OK， 那就一样，从第一个开始跟大家解释。好，大きな顔をする，做很大的脸。他的意思是自以为很了不起的样子。好，那什么样的情况会用到呢？比如说，你不要很有钱就了不起的样子哦。好，他的日文是ちょっとお金持ちだからって大きな顔するなよ。ちょっとお金持ちだからって大きな顔するなよ。不要了不起的样子哦，大きな顔するなよ。这种情况比较常会用到。好，那第二个，多めに見る。好，多めに見る，很大的眼睛看。好，它的意思是宽带的处理的意思。好，那什么样的情况呢？比如说我被警察抓了，然后就跟警察先生就求求，他就说，就只有这次，用宽带的方式处理我，就是他的意思是就是请你原谅我的意思啦，就是放我走。对，好，那日文，好，お願いします。今回だけは多めに見てください。お願いします。今回だけは多めに見てください。所以就是可能就是做一些坏事被抓了或者被骂的时候，可以说就请你用宽带的方式处理。どうか多めに見てください。OK 吗？这种用法还蛮多。OK， 好，第三个，顔から火が出る。好，顔から火が出る，从脸发火。它的意思是非常非常害羞到脸红起来的意思。好，那比如说，在男朋友面前就不小心放屁了，然后就脸好像就是。就非常非常害羞。好，他的日文是彼氏の前でおならをして、おならをするすファンピ、おならをして顔から火が出るほど恥ずかしかった。彼氏の前でおならをして顔から火が出るほど恥ずかしかった。丢脸死了那种感觉。 OK， 好，第四个，顔色を伺う。好，顔色を伺う，他的意思是看别人的脸色。好，比如说他总是看上司的脸色。好，他的日文是彼は上司の顔色を伺ってばかりいる。彼は上司の顔を伺ってばかりいる。所以顔色を伺ってばかり，总是看别人的脸色的那个意思。OK 吗？好，最后第五个。顔が広い，脸很宽，它不是很胖的意思哦。它的意思是认识很多人。好，那比如说，他认识很多人，所以如果是，拜托他的话，会好的人会介绍给你哦。好，他的日文是彼は顔が広いから彼にお願いしたらいい人紹介してくれるよ。彼は顔が広いから、彼にお願いしたら、いい人紹介してくれるよ。所以顔が広い。就是会认识很多人的意思。OK 吗？今天学的大きな顔をする。就自以为、就了不起的样子。多めに見る。就宽带的处理。或者就是放他走的那一种时候。OK， 好。三个、顔から火が出る。就是非常非常丢脸的时候会用到。顔色を伺う，看别人的脸色。顔が広い，认识很多人。好，那就今天学的也就是看连续剧，或者就听一些节目的时候，看一些节目的时候稍微注意一下哦。OK， 那就今天的课也到这边，拜拜。
最後にちょっとだけ、YouTube の説明欄に、Facebook ページとブログのアドレスが載せてあるのでよかったら登録お願いします。あと YouTube の訂欄もよかったらクリックしてください。もし何か質問があったらあの LINE の ID から登録をお願いします。じゃあみんなも日本語頑張ってください。バイバイ。よいしょ。